レア。レアは土星の第五衛星である。土星の衛星の中ではタイタンに次いで2番目に大きく、太陽系の衛星の中では9番目に大きい。詳細な観測によって天体の形状が静水圧平行にあることが確認されている太陽系内天体の中では2番目に小さい。序盤にカッシーニによって発見された土星の衛星の一つである。 密度は低く大半が氷でできており、核を構成する岩石は全体の1、3以下とみられている。表面は、後天方向の先行半球と高校半球で様子が異なっており、先行半球はクレーターが多く明るい表面を持つ。一方、高校半球は暗い表面を持ち、クレーターは少ない。また、高校半球には網目状の線が見られ、 これは形成直後の内部活動で生じたと考えられている。これらの性質はディオネに似ている。レアには極めて薄いが酸素を主成分とした大気が存在することが分かっている。これは土星の家電粒子が氷を分解して発生させていると考えられている。土星探査機のカッシーニが2005年11月25日にレアに接近し探査を行った。 カッシーニによる家電粒子の観測をもとにして、レアの周囲には缶が存在するという報告がされたことがあったが、カッシーニによる後の観測では、缶の存在に関しては否定的な結果が得られている。レアは1672年12月23日に序盤にカッシーニによって発見された。カッシーニが発見した2個目の土星の衛星であり、また、 タイタンとヤッペトゥスに続いて土星の周りに発見された三番目衛星である。カッシーにはレアを含む自らが発見した四つの衛星に対してルイ十四世を称えてシデラロードアシアと名付けた。これはルイの星という意味である。十七世紀の終わりになると天文学者はこれらのように衛星とタイタンを合わせサターン I からサターン V というように番号で呼ぶようになった。 ディオネとテティスの発見前は、レアはサターンアイと呼ばれており、発見後にはサターン3と呼ばれるようになった。1789年にミマストエンケラデスが発見されると、この命名方法はサターン7まで拡張され、古い後衛星の番号を押し上げる形で番号が振り直された。これによりレアはサターン V と呼ばれるようになった。 この方式が続いたのは1848年にヒペリオンが発見されるまでであり、この時はイアペクスの番号がサタンエイトに変更された。これらの衛星に現在知られている名前を与えたのは天文学者のジョン・ハーシェルである。1847年に発表した Results of Astronomical Observations Made at the Cape of Good Hope の中で、 7つの衛星に対して命名した。レアの名前は、ギリシア神話の巨神族、ティーターンであるレアに由来する。レアの密度はおよそ1 2 3 6 g トルであり、氷が主成分だと考えられている。密度が低いことから、高密度の岩石成分の割合は25%程度を、低密度の氷成分は75%程度という、素性になっていると予想される。 大きさでは太陽系内の衛星のうち9番目であるが質量では10番目となる。カッシーニによる観測が行われる前はレアは中心に岩石の核を持つ分化した構造であると考えられていた。しかしカッシーニによるレアのフライバイ観測によって得られたデータからはこの考えは正しくない可能性が指摘されている。2007年に行われた研究では レアの完成モーメントの値はおよそ 0.4kgm であると推定されている。中心に岩石の核が存在する内部構造を持つ場合、完成モーメントは 0.34kgm 程度の値になることが予想されるが、推定された値からは、レアの内部はほとんど一様で、中心付近でやや圧縮された氷が存在するという内部構造であることが示唆された。 しかし同じ年の異なる研究では、完成モーメントは 0.37kgm と推定された。この結果は、レアは完全に分化しているか、部分的に分化しているかのどちらとも取れる値である。その翌年には、レアは静水圧平行の状態になく、そのため、重力データのみから、天体の完成モーメントは決定できないとする論文も発表されている。2008年になって、 これらの異なる結果を統一することを目指した研究が行われた。その結果、解析に用いられたカッシーニの電波ドップラーデータに系統誤差が存在することが判明し、さらに探査機がレアに最も接近した際に得られたデータのみに限定して解析を行うと、レアは静水圧平行の状態にあり、完成モーメントは 0.4kgm 程度であると推定された。そのため、 レアの内部は一様であることが示唆される。レアの三軸形は、レアの時点速度の下での静水圧平行状態に、ある一様な内部を持つ天体が取るべき値と一致している。また理論モデルによると、レアは放射性物質の崩壊を熱源とした内部界を意識している可能性がある。レアの地形には、世界の創造神話の登場人物が命名されている。 日本からは、イザナギとイザナミ、おのろクレーターチェーンが命名されている。レアの表面の特徴はディオネと類似している。どちらも、後天の先行半球と後校半球で異なる特徴を示しており、両方ともに似た蘇生で似た経緯を辿ってきたことを、示唆している。直射日光が当たる部分の温度は 99K であり、影となる部分は 53K から 73K の、 間の値を取る。レアの表面は非常にクレーターが多いが、高校半球には、ディオネに見られるようなカズマ地形や、破砕地形がいくつか存在し、さらに赤道には、管から降り積もったと思われる非常にかすかな線状の、形がある。レアは二つの非常に大きな衝突盆地を持っており、共に土星の反対側の半球に存在する。直径は4 0 0トルと 500km である。 北側にありあまり風化が進んでいない方のクレーターは、チラワと名付けられており、テティスに存在するクレーターであるオディッセウスとおおむね同程度である。成径112度には、直径が 48km のクレーターがあり、明るい光上が広がっている。このクレーターは、インクターミと命名されているが、ザスプラットというニックネームも付けられており、土星の内部衛星群に見られる。 クレーターの中では最も形成年代が新しい。また、レアの表面では何らかの内因性の活動を示す。兆候は発見されていない。レアの表面は、クレーター密度の違いによって、地質学的に異なる二つの領域に分けることができる。一方は、直径が 40km を超えるクレーターが存在しているが、もう一方はそれよりも小さいサイズのクレーターしか存在しない。 極域や赤道領域は後者である。このことは、形成のどこかの段階で大規模な表面の更新があったことを示唆している。校典の先行半球は、多くのクレーターが存在し、一様に明るい表面を持つ。カリストと同様に、レアに見られるクレーターには月や水星に見られるような大きな起伏は見られない。 このクレーターが多く存在する平原の年齢は平均で40億歳だと考えられている。高校半球には暗い表面の上に明るい帯が網目状に走っている地形が発見されている。これらの明るい筋状の構造は、レアがまだ若く内部が液体であった頃の氷火山から噴出した物質からなっていると考えられてきた。しかし、ディオネに見られる類似した地形の観測からは、 筋状の構造は堆積物ではなく破在した氷の崖であることが分かっている。表面が暗くなっている領域は複雑な有機化合物の混合物である。ソリンは堆積していると考えられる。ソリンは炭素、窒素と水素を含む単純な化合物が氷の上で熱分解と放射線分解を起こして生成されると考えられる。2006年1月17日に カッシーニがフライバイして観測を行った。この時は過去の観測よりも太陽光が当たる角度が低く、また筋状の構造がある領域をより良い解像度で観測できている。この時得られた画像やその後のフライバイでの画像からレアに見られる筋状の構造はディオネと同様に氷の崖であることが判明している。土星の衛星は太陽系の惑星が 原子惑星系円盤の中で形成された過程と同様に土星の周りの光着円盤である中惑星円盤の中で形成されたと考えられている若い巨大惑星が形成されると周囲には徐々に光着していく物質によって円盤が形成されその中で衛星が形成されていくしかしタイタンの形成に関して提案されている仮説では レアとヤッペトゥスの起源について新しい説を提起している。そのモデルではタイタンはかつて存在した衛星同士の一連の巨大衝突によって形成され、レアとヤッペトゥスはその衝突の結果発生した破片の一部から形成されたというシナリオを提案している。2010年11月27日に NASA はレアに希薄な外気圏が存在すると発表した。 大気の主成分は酸素と二酸化炭素であり、5対2の割合で存在している。外気圏の密度は、1立方センチメートルあたり分子が10から10個であり、局所的な温度に依存する。酸素の主要な供給源は、土星の磁気圏に由来するイオンによる表面の水氷の分解である。二酸化炭素の供給源はあまりはっきりしていないものの、氷の中に存在する有機物の酸化化 衛星内部からの脱ガスと関係していると考えられる。2008年3月、カッシーニの観測データにより、レアに缶がある可能性が指摘された。缶や衛星を持つ衛星はこれまで知られておらず、もしレアが缶を持つとすれば、画期的な発見となるはずであっカッシーニがレアをフライバイした際に、土星の磁場に囚われている電子の流れに変動があるのが観測され、これは、 缶の存在を示唆する現象であると考えられた。チリとデブリは、レアのヒルキューを超えて存在しているが、衛星に近い領域ほど、濃く、三つの補足高密度な缶が存在するとされた。その後レアの赤道に沿って、紫外線で明るく見える天井の領域が存在すことがわかり、これらは缶の物質を放出する原因となった天体衝突の痕跡だと解釈されたため、 感が存在するという報告を指示するものだと考えられた。しかし、2008年から2009年にカッシーニによって感が存在するとされる領域が複数の角度から観測されたが、感を構成する物質が存在する証拠は得られず、感の存在には否定的な結果が得られた。観測された電子の流れの現象が感によるものだとすれば、この観測で検出できるだけの個体物質が 存在するはずである。そのため当初の観測結果を説明するためには、間ではない別の仮説が必要とされている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。